皆さんこんにちは、レック専任講師の吉田原です。本日は令和3年度司法書士試験合格者の森一成さん、にお越しいただきまして、合格に至るプロセスとか、あと学習方法をですね、聞いていきたいと思います。それでは早速ですが、森さん、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、令和3年度、司法書士試験合格しました森と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではまず一つ目ですけれども、森さんが司法書士試験の勉強をするきっかけですね、ちょっと昔に遡りつつお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、私、恥ずかしながら、中卒なんですけれども、で、30代、半ばで、結婚しまして、それまで一切勉強っていうものをしてこなかったんです、なんですけど、結婚して、いろいろ、この先のこと、家族のこと、いろいろ考えまして、まずは自己啓発のために、ちょっと勉強っていうものを、そのものを、やってみようと思いまして、それで、初めは、高卒認定、からスタートしまして、あれですね、漢字のドリルを買って、漢字のドリルからですかね。そうですね、漢字のドリルを買って、そこから勉強して、高卒認定取りまして、で、その後物流関係っていうこともあったんで、勉強して、運行管理だったり、危険物、オツ州なんかの物流で役立つ資格っていうんですかね、そういうのを取りながら、それで勉強していったんですけど、でその、勉強する中で、そういう各種試験っていうのは、法令の勉強っていうのを必ず、つきまといますからね。そうですね、そうですよね、なんで、法律っていうのは何なんだろうなっていうところで、ちょっとその勉強してみようかなと、物流関係の資格取り尽くしたっていうのもちょっとあったんで、このまま勉強続けて、せっかく癖ついたんでっていうことで。なるほど。その法律系の資格でまず初めに取得されたのはどの資格になりますか。そうですね、初めは宅建になりますね。宅建で、でその後に行政書士も取られたとお聞きしたんですけれども、そんな形ですかね。そうですね。なるほど。そうですか。でちなみにその宅建とかその行政書士の試験に関しては、独学と伺ってるんですが、それ本当ですか。そうですね、独学です、独学でということですかね。それってどのようにそもそも勉強をされ、独学っていうとも、いろんな勉強の仕方あると思うんですけれども、普通に本買って、そうですね、問題集買ってみたいな感じですかね。そうですね、行政書士試験だと行政書士試験用の、六法とか、行政書士用の、テキストだったりっていうのは普通に売ってるんで、それを買ってで、ひたすら読んで解いてというところですかね。そうですね。なるほど。じゃあちなみにまずそもそも法律系を目指されて、で行政書士も取られたわけなんですけれども、なぜその後ですね、ステップアップという形になるとは思うんですけれども、司法書士の試験にっていうことになったんですか。まず行政書士を勉強しているときに、やっぱりすごく楽しくて、その法律っていうものがですね、こうなんていうんですかね、法律ってその、常識が書かれてるだけだと僕は思ってるんです、やっぱり常識っていうと、僕の中では他人を思いやったり、他人に迷惑かけない、そういうことが常識だって僕は思ってるんです、僕もそう思います、ありがとうございます、はい。ですね、でやっぱそういうものがですね、民法ですけど、そういうものは詰まってるって、僕は思ってるんですよ。そうですね、特に民法はその感じがしますよね。はい、
なんで、まあ、こんな素晴らしいものがあるんだっていうことで、うん、あの行政書士試験勉強しながらやっぱりもっと深いところまで知りたいっていうところと、まあ、あと、まあ、このなんて言うんですかね、あの法律っていうものを、まあ、仕事にしてみたいと、うんうん、まあ、そういう思いがありまして、うんうん、でまあ、行政書士でもできるんですけど仕事は、はい、まあ、なかなかあの修行するとこもないし、司法書士であれば、うん、あのなんて言うんですかね、あの、まあ、修行するっていうか就職して働くことも、うん、まあ、ね、修行するその事務所はね数多くありますからね。まあそうですね、はい、分かりました。じゃあその司法書士やるぞってなって、じゃあなぜあの我が社って変ですね、レックをあの選ばれたんですかね。そうですね、まあ、まあ僕の人生でその予備校とか、はい、あの塾とか、はい、まあ、そういうのにはちょっと縁がなかった、はい、人生であったので、はい、まあ、どうしようかなと、はい、まあ、ただあの司法書士は、はい、あのまあ、予備校使わないとあの絶対受からないだろうなっていうのは自分の中にあったんで、はい、それで、まあ、とりあえず、まあ、ネットで検索ですよね、はい、そうするとやっぱり一番大手ってことで、うん、あ、なるほどですね、で選んでいただいた感じなんですね。で、そうですね、ありがとうございます、うん、なるほどなるほど。でじゃあ次なんですけれども、じゃあ司法書士試験の勉強を、まあ、とともに、まあ、独学でですね行政書士などもお取りになられてたわけなんですけれども、あのまずですねその独学で合格された行政書士試験なんですけれども、初めてその法律っていうのを勉強したわけじゃないですか、宅建とか行政書士の時。僕の想像ですけれども、やっぱりその僕も初めての時そうでしたけど、出てくる言葉も一つ一つが初めての言葉だらけで、まあ困ったんちゃうかなっていうふうには思うんですけれども、そのようなその壁というかハードルはどうやってその独学で超えられてきたんですかね。まあ、まずあの行政書士試験を、はい、まあ、受ける前に、はい、まあ、あの法律とはみたいな、はい、もう本当に基礎の基礎ですね、はい、あのそういうもの、そういうあの本を買って、はい、でまあ、その中にあの、まあ、善意だったり悪意だったり、善意悪意とか、はい、まあ、そういう法律用語ですね、はい、まあ、そういうものが、まあ、あの分かるような、うん、あのそういう本を買って、うん、テキストみたいなのを買って、うん、それで勉強、それで、まあ、なんとなくオブラートにその言葉とか、はい、そういうのが分かった上であの行政書士試験に挑んだっていう形です。なるほどですね。本当それでも独学で合格されたというのはすごいなというふうには私思いますけれども、で独学でまあ行政書士試験突破されて、で次の司法書士試験、まあレック使っていただいてまあ勉強されたわけですけれども、まあちょっと今日ですね、あの森さんがですねあの何個か教材持ってきてくださってるんで、まあそちらをですねあの写しながらですねお話、具体的なところをお聞きしたいんですけれども、ちょっと勉強方法の話でございます。はい、はい、でまず一つ目お持ちいただいたのがですね、まあ、こちら書式ベーシックという教材でございまして、あの初級のレックの初級のクラスの受講生の方にはあの配布されるものでございます。不動産登記法と商業登記法ですね。でこちらをかなり、まあ、使い込まれてた感があるんですが、ちょっと写します。はい、これですね、問題番号とその日付とですね、×丸二重丸とかっていうのがこう書かれてるわけですけれども、こちら実際そのどのようなペースでされてました？これかなりの回数だと思うんですけど、書式ベーシックの回数ですね、ええ、回した回数。そうですね、まあそのこに日付が上の方に書いてあるんで、はい、まあ、これかなりですよね。例えばこれ第55問という意味だと思うんですけれども、はい、そうです、9月26日にやって、で次これまあ2週間弱ですよね、10月7日にやって、これなんかもう4日後って感じなんですけれども、これかなりのハイペースで、そうですね、この証文をあのこなしていかれてるなっていう感じなんですけれども、書式ベーシックまず何が良かったですか、これ教材として。まあ、やっぱりあの司法書士試験独特のその、あの記述の問題ですね、うんうんうん、まあ、なかなかやっぱりとっつきにくいと思うんですよ、うん、とっつきにくいですね、うん、本当そう思います。
これを、うん、なんて言うんでしょう、こう分かるようになんとなく分かるようになるまでっていうところまでが結構、うんうんうん、厳しいなっていうのはあったんで、やっぱり不動産の時は始まって、うんうん、でそこでこの、教材があると、まあ一問一問が、うん、すごく短くて、うん、コンパクトにまとまってて、うんうん、でなおかつ、うん、基本的な問題なんで、うんうん、一問一問がすごいやりやすかったっていうところがありますね。なるほどですね。これ実際一問解くのに、まあ、一問こうマスターというかこう復習含めてなんですけど、どれぐらい時間割きました？まあ、初めはすごい時間かかったんですけど、まあ慣れてくれば一応、まあそうですね、まあ、15分から20分ぐらい、うん、でっていう感じですかね。っていう感じで一問。なるほどですね。でこちらのちょっと着目すべきは、この一旦こう丸とか二重丸、まあ、例えばここですよね、二重丸になった後ももうこれ2回やってますよね。はい。これこの意味は、これはもう体に頭に染みつかせるということですかね。そうですね。もうこれだけじゃなくて過去問とか、うんうん、答練とかで、うんうん、復習する時も基本的には、うん、二重丸、まあ、自分の中で完璧っていうのを、はい、3回、はい、3回完璧な状態を3回ということですね、はい、なるほどですね。まあ、繰り返しこそ命だと思いますが、この試験ですね、本当にそれを実現してる、もう現実のものとしてやられてるというところですね。もうこれがもう本当に目を引きますし、実際こうやって見ると簡単ですけれども、これを実際にこなすというのは非常に労力がいったとは思うんですけれども、はい、じゃあ次の教材ですね、はい、あこれ実際に森さんがこの書式ベーシック、こうノートにこう、まあ、汚い字でいいですもんね、これ書かれてた、ちょっと恥ずかしいですけどこんな感じで書かれてたということですよね、うん、なるほどなるほど。あでこれ例えば、あこれ×間違ってましたってやつですよね、これね。でこれ、ま、これその日に正しいものをもう一回書いてる感じですかね。間違ってあやらかしたってなって、でこの復習の時に正しいものを書き直してる感じですか、これは。そうですね、うん、なるほどなるほど。こんな感じで、もうこの回数ですからね、皆さんすごいと思います。で書式ベーシックについて1点補足いたしますと、やっぱりこの記述式の土台を作るだけではなくてですね、択一式の基礎の基礎、まあ、そちらを染み付かせる意味も大きくあると思います。なので、まあ、もしこれを聞いてる方の中にですね、今この書式ベーシックを回されてる方いらっしゃったらですね、本当に、まあ、択一書式両面において役立つ教材であるというふうにですね、お考えいただければと思います。はい。でもう一個今日お持ちいただいててですね、こちらのちょっと待ってくださいね、これでいいか、はい、生鮮答練ファイナル編、まあ、これ弊社のですね、模試じゃ失礼、答練の一つでございますけれども、ちょっと択一の方もちょっと見ておきたいんですが、はい、これですね、とある会社法の一問ですけれども、まあ、これも先ほどの書式ベーシックと同じく、まあ、これ二重丸、これ3つついてますよね、はい、これやっぱりもう自分の中で完璧に丸×判断できたっていうのを3回こう繰り返したという形ですかね、はい、そうですね、うん、なるほど。でこの1個しか二重丸ついてないっていうのは、もうこれ初めからもう問題なく、もう自分の中でもう最初から当たり前になってたような足ということですかね。そうですね。ファイナルですので、うん、1回その要は学校に行って、うんうん、時間の中で、うん、一回解いて、解いて、うんうん、で復習をした時にもうこれは絶対、まあ、大丈夫、大丈夫、うんうん、ものは1回ということですかね。そうです。なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。はい、
まあ、このようにあの書式に関しても、まあ、卓越に関してもあの森さんかなりあの徹底的な反復、こちらを心がけてらっしゃるような気がいたします。本当にあの資格試験における、まあ、王道だと思うんですけれども、まあ、この口で言うのは簡単ですけれどもね、もう実際やる立場に立てる本当にしんどいなと思うわけでございますけれども、はい、あ、で、そうだ、すいません、こちらですね、東連の最後のページにですね、まあ、このような失礼、はい、この記述式の回答用紙がついております。でこちらの森さん結構徹底活用されてたというふうに、そうですね、あのお聞きしましたけれども、まあ、コピーとか取ってって感じですかね。そうですね、はい、コピー取って、でそれで2回目3回目という形で、まあ、同じ問題解いて書いてたということですかね、はいですか、はい、でこれ実際あの先ほど森さん自己紹介の中であのおっしゃってましたけれども、お仕事がその物流ということで、そのトラック運転手をですね、はい、あの長年されてたということなんですが、あの実際そのトラックの中で勉強してたようなこともあると伺いましたけれども、はい、記述式の問題演習とかもトラックの中でやったりしましたか？あ、もう全然してましたね。そうですか。それ実際にあのどのような形で、まあ、実際こうボールペンで書くってなると硬い板とかが必要だと思うんですけれども、まあそうですね、はい、まあ、硬い、まあ、ノートだったりとか、はい、まあ、硬いものを、まあ、ハンドルに当てて、ハンドルに当ててそれあれですか、その例えば1時間とかの、そのサービスエリアとかでの休憩時間にということですか？ そうですね、まあ、時間があれば、まあ、1日そのあの 2問解くっていうのは、はい、あの 癖づけてたんで、だいたいここで休憩取れるなとか、うんうん、あのそういうのはあの分かってたんで、うん、よしやろうと、よしやろうと。すごいですね。そうです、休憩時間に記述を解くというこの気合ですね、もう恐れ入ります。はい、ありがとうございます。でちょっとこちらがですね、そのような努力を積み重ねられた森さんの今年の本試験の成績表でございます。こちらですね、あの総合点はですね、総合順位は載っておりませんが、この午前択一、午後択一、午後記述、それぞれの順位がこのように上がっております。で、総合順位は67位というふうに伺っておりますけれども、そうですね、同率で、はい、はい、ということで、あの613人合格の令和3年度司法書士試験においてですね、見事あの67位で突破されたと。ちなみにあの受験回数は2回でしたよね。はい、2回目の受験で、67位という好成績で合格されたわけでございます。でちなみにあの1年目なんですけど、まあ、不合格だったわけですけれども、あのいわゆるコロナ あの影響で、試験が9月に延期された年でございましたけれども、実際1年目の成績というのは大体どれぐらいの感じでした？そうですね、基準点は、超えてたんですけど、うんうん、プラス4、確か、まあ、4問か5問ぐらいですね、うんうんうん、で記述でショート法裏面白紙やっちゃいまして、うん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 、時間なくて、うんうんうん、まあ、それで不合格になったと。で、うんうん、確か190確か3点ぐらいだったと思いますね、うんうんうん、なるほどなるほど。で、まあ、ショート法裏面白紙という話、出ましたけれども、まあ、ただ逆に1年目でも午前の部の択一、午後の部の択一、これ両方基準点は超えてたわけですよね、はい、でやっぱりここ一つ私はポイントだと思いまして、やはりその2年目で合格される方結構多いと思うんです。この試験一発合格者は少なめではありますけれども、2年目で合格される方の一つのやっぱり特徴としてはですね、こう1年目の試験本気でぶつかっている、で、その結果、まあ、いいとこまで行ったけどちょっと足らんかったっていう方がもう1年頑張って、で2回目に突破されるという、まあ、このケースは非常に多いのではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは次なんですけど、森さん、私の吉沢クラスに属していただいてたわけですけれども、自分で聞くのもすごく恥ずかしいんですけれども僕の良かったとこってあります？たくさんありますよありがとうございます。まあ
森さんあるよね、結構相談は使ってくれたよね。あの、そうですね、日々あの毎週あの相談会はやってるんですけれども、結構あの相談に来てくださって、あの真面目な質問なんかされてたわけですけれども、どうでしょうかね。そうですね、うん、あの吉田先生、はい、今やってるかちょっと分かんないんですけど、はい、あのまあ、東連 の、はい、あの作成をされてたと。あ、その昔ね、あの、そうですね、こういうあの卓越とか記述の問題を作る側の立場でも、うん、あのいました。今はちょっと実務の方でましてやってないんですけれども、はい、なんで、まあ、やっぱりそれで過去問等をあの、はい、研究してたっていうことで、はい、やっぱその中で、はい、あのまあ、東連それがあのなんて言ってなんですかね、あの講義の中で、ね、はい、まあ、そこ反映されてたような感じですね。そうですね、あの、はい、ちゃんと A ランク B ランク C ランクっていう、はい、あのそういうところをちゃんと分けて、はい、あのここは出るよとか、はい、そういうのをあの要は強弱メリハリですよね、はい、まあ、そういうところですごく、まあ、ここは大事なんだとか、はい、そういうのはすごい分かりやすく、はい、勉強できたんで、すごいよかった。ありがとうございました。で、ちょっとまあちょっと詳しくあれになっちゃいますけど、あの復習ゼミ。ああ、はいはい、あのやってる、や日曜日にやってるやつですよね。そうです、そうです、はい、あれがすごいやっぱり良くて。ああ、ありがとうございます。はい、まあ、指さされて指さされて答えさせられるという、はい、ちょっと拷問といえば拷問なんですけれども、ね、はい、あのもう小学校中学校以来ですよ、以来ですよね、はい、それがやっぱりあると、あの要は講義を要は聞いたらそのまま忘れちゃうっていうことがあったりすると思うんですけど、はい、あの後であのその日勉強したことをあの指さされて答えなきゃいけないと、はいはい、そうするとやっぱりあのすごい講義に集中できるっていうところあったんで、はい、それはすごく良かったっていうところありますね、はい、ありがとうございます。で、あと卓越バトル、はい、あれもね、大したことやってないんですけどね、あのただあの問題時間制限時間内で解いてもらうだけの話ですけど、まあ、あれもね一つ の、 あのなんだろうポイントとして、そこめがけてちょっと努力してもらうということでやってるんですけれども、まあ、やる気ある方はそれをうまく使っていただいてる感じなんでね、はい、あれはすごいやっぱり良かったっていうか、はい、あの、はい、早めにそのまあ、クラスの中でですけど、はい、自分の立ち位置が分かる、まあ、そうですね、立ち位置が分かるっていうのはありますよね。どれぐらいの状態なのかっていうのを、まあ、客観的なところを判断できるというのはあるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。はい、それではあの時間の方がですね、あの迫ってまいりましたので、最後に、森さんにですね、今司法修士試験目指して頑張っていらっしゃる方に熱いちょっとメッセージをですねいただければと思うんですけれども、はい、まあ、筆記の合格が発表がされて、まあ、1ヶ月弱ぐらい、はい、あの今経過しているんですけど、はい、まあ、たくさんの合格者の方と、はい、あの会って話しする機会があったんです。で、やっぱお話いろんな合格者の方とお話しする中で、うんうん、まあ、なんで司法書士目指したのっていう会話とかやっぱりいっぱい何回もあるんですね。で、そうするとあの皆さんあの席を切ったように、はい、あの話し出すんですよ、うんうんうん、で皆さん一人一人あのすごいドラマがあって、うんうん、あの、まあ、司法書士にあの魅力を感じてっていうところはあの当然なんですけど、うんうん、まあ、もっと根っこの部分でですね、あのまあ、守るべき家族のためだったりとか、うんうんうん、あの親孝行、うん、まあ、憧れの人にのようになりたいとか、うんうんうん、まあ、自身の将来のため、うんうん、まあ、あとはそうですね、失った自信を取り戻すためだったり、うんうんうん、まあ、過去の自分への決別、うん、まあ、そういう、 こう重い荷物を背負ってる人たちが、うんうん、まあ、合格してるんだなってやっぱり思ったんですね、うんうんうん、なるほど、で、まあ、合格しないとそういうことって人に言わないと思うんですよ、うんうんうん、そう合格したから言えることですよね。そうですね、そうかもしれない、うん、でやっぱりあのこの司法書士試験、まあ、難関と言われてるんですけど、うん、まあ、それでも合格したいって、うん、まあ、あのこれから目指す方、うんうん、あの今受験生やってる方、うん、
まあ、合格したいと思ってると思うんですけど、まあやっぱ目指してる、うん、司法試験合格しようと目指してるんであれば、うんうん、まあその皆さんも一人一人まだ完結してないドラマっていうのを持ってると思うんですよ、うんうん、だからまあその強い思いを持ってれば、まあ、学歴がなくても、うん、仕事を辞めれなくても、うん、まあ法律に一切、うん、法律に一切関わってこないで来た人たちも、うん、まあ、40代50代になっちゃって、うん、今更って思ってる人たちも、うん、まあ、いらっしゃると思うんですよね、うん、でもそんなのはもう関係なくて、うん、まあまあ、僕みたいな人でも、うん、合格できるんで、うん、まあ、そういうことで皆さん迷ってる方がいらっしゃったら、まあ、一歩前出てもらってぜひ挑戦してもらいたいと、思います。はい、ありがとうございました。今の森さんのお話、当然僕も初めて聞いたんですけど、僕ちょっと泣けてきましたね。もう非常に刺激になりました。僕自身がですね、森さんに負けないようにちょっと僕も頑張らなきゃなという思いに、今の 1,2 分のお言葉でそういう気持ちにさせられました。はい、それでは森さんをお招きしてのですね、対談の方をこれにて終了とさせていただきますが、まあ、本日のこの対談、そして森さんの合格がですね、今司法書士試験を目指されている方の勇気となり、そして刺激となることを願いつつお開きにさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。